はい、てつやです。今日はね、新型コロナの次はモンキー B ウイルスというテーマでお話してみたいと思います。昨夜ついに東京オリパラの開会式が挙行されましたね。まあ素晴らしい思考がいっぱいで、感動的ではあったんですけどね。やっぱり観客なしでしたからね、ちょっとその部分は寂しく感じましたけれども、まあ新型コロナウイルスの、ね、影響で仕方がない面もありますけどね、まあ、開催された以上選手たちには全力で頑張ってほしいなと思います。ところでそんな中、感染症に関してちょっとね、不穏なニュースが飛び込んできたんですよ。それはね、中国発の恐ろしいウイルスの話なんです。僕はこの情報をワシントンポストのこの記事から得たので、今日はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。7月17日、中国の保健当局が、中国の一人の男性がモンキー B ウイルス感染症に罹患した後、死亡したと発表しました。この男性は北京に拠点を置く53歳の獣医師で、このウイルスに罹患し死亡したのは中国では初めてとのことなんですね。中国疾病対策予防管理センターによると、この男性は今年3月に猿などの霊長類の繁殖を専門とする研究所で働いていた際、2匹の死んだ猿を解剖したというんですね。その後、彼は1ヶ月後に吐き気、嘔吐、発熱等を訴えるようになり、次第に重症化していって、5月27日に不幸にも亡くなってしまったということなんですね。4月に入って彼の血液と唾液のサンプルは同センターに送られていたんですけれども、その際モンキー B ウイルスが初めて検出されたんです。彼の濃厚接触者とされる男性医師と女性看護師は検査の結果幸いにも陰性だったそうです。モンキー B ウイルスはマカクザル、まあ、赤毛ザルもその一種なんですけどね、よく一般的に見られる猿なんですけども、マカクザルの間で流行しているんですけれども、それが人間に広がるのは非常に稀ではあるということなんですね。しかしね、一旦罹患すると非常に致死率が高いんですよ。神戸大学の、ね、感染症専門家の岩田健太郎教授、この教授ね、新型コロナが日本に入ってきた頃一時期非常に有名になりましたよね。あの岩田教授なんですけど、その岩田教授によればね、このウイルスに罹患すると人間の場合中枢神経系がやられ脳にひどい炎症を引き起こし意識消失の状態に陥る傾向があり、治療を受けていない場合の致死率は 80% とのことです。致死率 80% ということは、まあ罹患すればね、ほぼ死ぬっていうことですからね。その危険性は新型コロナウイルスの比ではない、まあ極めて恐ろしい感染症ということになりますね。また岩田教授によれば、1932年、霊長類から人への感染の最初の症例が出て以来、モンキー B ウイルス、すなわちね、これ実際はね、ヘルペス B ウイルスとも言うそうですね。まあモンキー B ウイルスの人への感染はね、まだ100件にも満たない状況であり、その多くはね、北米で報告されているということなんですね。最も罹患しやすいのは主に霊長類と直に接する獣医師、科学者、研究者たちです。作業中にね、引っかかれたり噛みつかれたり、あるいは解剖の際とかに体液にさらされる可能性があるからです。これ以外にもね、糞尿を投げつけられるっていうケースもあるそうなんですね。実際ね、1997年、霊長類研究所のね、エリザベス・グリフィン氏は猿がね、彼女の顔にね、糞尿を投げつけたということなんですね。でその際にね、目にウイルスが入って、結局発症してね、不幸にもその後6週間程度で死亡したということなんです。米国の CDC、まあ、疾病対策予防管理センターによると、感染した人がウイルスを別の人に広げるケース、つまり人々感染の事例は非常に稀だということなんです。ただしね、
一件でも事例があったということは、ヒト人感染の可能性はゼロではないということなので、変異を、ね、続けていけば新型コロナウイルスのようにね、ヒト人感染が容易に広がり、最悪の場合世界的なパンデミックをまたね引き起こすということもないとは言えませんからね。これはやはり十分な注意が必要でしょう。香港の獣医学研究者のニコラス・オステルリーダー氏は、今回のモンキービーウイルスも新型コロナウイルスもスピーシージャンプ、これウイルスがね種の垣根を飛び越えて伝染する現象を言うんですね。スピーシージャンプが起こったという点では全く共通していると指摘しているんですね。オステルリーダー氏も岩田教授も口を揃えて言うのは、研究者のみならず私たち一般人も、特に動物園や、まあ、観光地のモンキーセンター、あるいはね自然界などで猿と接する際には、このね恐ろしい病気の存在をしっかりと認識した上で、ある一定の距離を置くなど慎重に対応する必要があるということです。中国の保健当局は、今回人間の体内でモンキー B ウイルスが検出されたということは、たとえ稀であっても猿等の動物から人間に感染が広がる可能性を示唆するものであり、実験室でのマカクザル等と研究者や作業員の監視を強化する必要があると発表しました。中国ではこの話題が新型コロナウイルスの再来を懸念してかね、SNS 上で大きな反響を呼んでおり、今回の獣医の死を知らせる投稿がね、中国最大の SNS として知られる Weibo 上では、 Weibo っていうのがあるんですね、 Weibo 上ではわずか3日でなんと1億1000万回も読まれたということなんですね。私たちは今新型コロナウイルスの猛威の中にいますよ。東京オリンピックはね、あるいはパラリンピックはなんとか開催されるということになってますけれども、人類は深刻な疫病を決してね克服したというわけではないんですね。コロナの後にも幾多の恐ろしい疫病がね流行する可能性があることも決して否定できないわけですよ。今回のモンキー B ウイルスがコロナの二の舞にならないことを祈るばかりですね。まあそのためにはね、人への感染あるいは人々感染は非常に稀とは言っていますけれども、決して油断することなくね、まだ小さな火種のうちに徹底的に封じ込め策を取っておかなければなりませんね。その意味で今回のモンキー B ウイルスの犠牲者が出たというニュースはね、まあ非常に不幸なニュースではありますけれども、世界人類への警鐘として深刻に受け止める必要があるのではないでしょうか。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。